冬が始まるよ、ほらまた僕のそばで。 C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。今日のニュースの見方でございます。今日はですね、12月5日ですけれども、実はですね、11月の14日にね、動画を撮った時に木枯らし1号吹いてますっていうですね、そういう動画を撮りました。それと、まあ、桜を見る会っていうのがね、今問題になってますけども、それのこう桜を見る会問題じゃねえのっていうのをですね、誰かが言って、なんかまたなんか国会ってそういうこと、そういう上げ足取りしてんのみたいな、上げ足取りする場所なのみたいな、そういうお話をね、したんですけれども、実はですね、その日11月14日に木枯らし1号が吹いたということで動画を撮ったんですが、なんとどうやら空振ったらしく、吹いていないらしいです。要するに認定されなかったんですね、木枯らし1号と。で、木枯らし1号の定義っていうのは、どういうことかっていうとですね、東京地方と近畿地方で認定してるらしいんですね。で、東京の場合には2年連続で木枯らし1号は吹かなかったと。で、2年連続で吹かなかったのは史上初ということらしいです。で、10月後半から11月後半ぐらいにかけて西高東低の冬型が強まり、北寄りの風が、冷たい風が、8メーター以上の冷たい風が吹くっていうのが木枯らし1号の定義ということになっているみたいです。ただその時ね、僕は14日にですね、結構寒くて風は結構強かったんですよ。もしかしたら気温とかそういう感じでね、木枯らし1号に認定されなかったのかもしれませんね。せっかくね、そのね、木枯らしに抱かれても歌ってですね、でせっかく動画撮ったのに、なんと空振ったということでございましたので、まあ、ある意味謝罪動画みたいな感じになっていますけれども、木枯らし1号が吹くと、まあ、西高東低の冬型が強まって本格的な冬の到来ということなんですけれども、それがないまま冬に突入していったということで、冬が始まると皆さんはどんな曲を思い浮かべるでしょうか。そしてですね、桜を見る会、11月14日にそのニュースが流れてから、まあ、もうね、1ヶ月弱3週間経とうとしていますけれども、もうなんか何ですかね、揚げ足の取り合いから、本当にやべえんじゃねえのこれはっていう風になってきてですね、こう思うんですけど、なんか自民党の方がね、資料を読むでしょう。あれ本当に心苦しいですよね。そのシュレッダーの順番がどうのとかね、データは復元できませんとかね、それは公文書ではありませんとかね、犯罪者が来てましたとかね、なんでしょうね、あれってその嘘だっていうのがね、もうそんなんもう子供がつくような嘘だっていうのが国民全員分かってるわけでしょ。全員分かっている、その幼稚な言い訳をしなきゃいけない政治家ってどうなんでしょうね。定例会見してる菅官房長官なんかもそうですけれど、あれって本当かわいそうで、本人もいやそれおかしいでしょって、いや絶対おかしいでしょ、これなんとかしてくれよって思ってるのに、思ってるのにですよ、いやそれは違いますみたいなね、それはね、こうでしたみたいな言い訳を言わされるわけじゃないですか。僕だったら本当に嫌だな、それ。僕は言っちゃうな、あれ。だからまあ政治家になれないんだけど、言っちゃうと思う。なんか、いやこれは僕の意図したことではないですが、一応こういうふうに言えと言われましたみたいなね。絶対言っちゃうだろうな、あれは。ちょっとかわいそうだわな、と思いながらですね。政治家って大変だなって思いますね、いつもね。まあ、そういったわけで。この動画良いと思いましたら、グッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今日も一日頑張ってまいりましょう。さようなら。いいですか？3、2、1、9。
最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。